はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。また何かございましたらぜひ。なんかまたお父さん人間と話してるよ。いつもの仕事でしょ。変だよね、俺たち妖怪なのにお父さん人間と仕事してるなんてさ。ねえ、まあでもなんかすごいいつもさ楽しそうだし、なんか理由でもあるんじゃない、人間と働いてる。ふぅ、今日もいい仕事だった。ん？お前たちこんなところで何してるんだ。なんか暇だからお父さんが何の仕事してるんだろうって思って見に来た。なんでお父さんってあの妖怪なのにさ人間と仕事なんかしてんの。それはな、大事なことだからだよ。大事なこと。人間なんてさ、俺たちの土地を奪ってでっかい建物ばっかり建てる悪いやつなのに。それに友達はみんななんか妖怪は人間を食べる生き物で人間は妖怪を恐れてるって言ってるよ。まあ実際にそういう妖怪もいるんだがな、お父さんは妖怪と人間は共存するべきだと思うんだ。人間と共存？そんなことして俺たちに何のメリットがあるの。メリットデメリットで考えない方がいいこともあるんだよ。まあお前たちもそのうち分かるようになるかもな。すいません。また人間だ。はい、どうしました。実は折り入ってお願いがありまして。あにゃ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 。何話してんだ。なるほど。え、ケンタロウ、今日はお父さん何するんだろうね。なんかお仕事頼まれてるよ。また妖怪退治にでも行くんじゃない。おい、お前たち。ん？あ、俺たち。はい、いいチャンスだ。この人の依頼はお前たちにやってもらうとしよう。え、俺たちが人の依頼を受ける。そうだ、人間のことを知るいい機会だと思ってな。今日は俺忙しいのに。嘘、さっきまでなんか暇って言ってなかった。あ、いや、一日中妖怪体操第一を踊ることにしたからさ忙しいんだよ。懐かしいな。いや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 、めっちゃ暇じゃんそれ。でも俺からしたら大事なことなの。踊らないともう腕が溶けるんだから。腕が溶ける。まあ何でもいいけどさ、とりあえず俺はお父さんがどんな仕事をしてたかさ気になるからやろうかな。お兄ちゃんやるの。いやいや、ケナ太郎も暇ならついてくればいいじゃん。面白いかもよ。じゃあついてくだけね。虫取りのついでね。虫取りだったらいいよ。はい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 。それじゃあ頼んだぞ。詳しいことはこのおばあさんに聞くといい。おばあさん。はい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 。トメです。トメさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうも、ケナセイです。と弟のケナ太郎です。とトメです。とトメさんも挨拶するんだ。はい、ということでね、今からケナ太郎と二人で人間の依頼をねこなすことになりました。妖怪になってもね、ケナセイケナ太郎のことかっこいい、かわいい、好きって思った人はねたくさんコメントお願いします。チャンネル登録してくれないと化けて出るぞ。やめてやめてやめて、怖いから。よし、じゃあ早速トメさんの依頼やっていくか。うん、じゃあ案内お願いします。お願いします。それでさ、トメさん、おばあさんは何の依頼をしに来たの。そうだそうだ、何も聞いてなかったよ。あー、すまんすまん、そうじゃったの。二人にはお墓にお供えするための花を取ってきてほしいんだ。そんなの、お妖怪の俺たちに任せなくたっておばあちゃんでもできるじゃん。確かにね、買いに行くでもいいし、なんでわざわざ俺たちに。それがの、毎年決まった花を供えていての、その花が山の上にあるんじゃ。え、じゃあ俺たちこれからその花を取るために山登りしなきゃいけないの。で、なかなか大変そうだな。まあまあ、人間より身体能力が高いって言われとるんだから、きっと妖怪の二人なら大丈夫じゃろう。そりゃなかなか死にはしないけどさ、俺たち死なないね、なかなか。人間ごときのためにこんなことしなきゃいけないんだよ。いやでもお父さんにさ、もう行くって言っちゃったし、しょうがないよ、これだけは頑張ろう。さあ、これから約束で終わらせるぞ。おばあちゃん、早く来い、ついてこい。行くぞー。よーしって、待って、ケナ太郎、おいおい、ちょ、おばあちゃん置いていくなって。ほい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 。よし、着いたぞ、ここじゃ。この山の一番上に、ひときわ綺麗な花があるはずじゃ。それじゃあ、行ってきますか。行ってきます、ちょっと、取ってきます。頼むぞい。よし、じゃあケナ太郎行こうか。まあ、こんな山ぐらいだったらね、いつも俺ら余裕で登ってるから、行けると思うけど。でも、どっから行くんだ、ここか。
こうかな。おお、なんだこの色。どういける？わわわわ、なんかアスレチックみたいになってる。あ、これアスレチックだ。こうだ。こっからいける。こっからこういって、こういってって。あ、ほんとだほんとだ。こうか。オッケー、よしよしよし。簡単じゃん、簡単じゃん。あれ、キャンタロウ？よいしょ、よいしょ、ん？おー、やるじゃん。これは次どうだ？こっちだな、絶対。ほい、ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。あー！ほい、ほい。やばい。キャンタロウに負ける。あー、そこぶつかっちゃうんだ。キャンタロウに負ける。おー、競争するか？邪魔すんだ、邪魔すんだ。競争だよ、競争。あー！こうだよ、こう。あ、え？落としてな、お前。おい、今絶対殴ってた。落としてないよ。よいしょ。こっからどこ行けばいいんだ？ここ。あ、で、こうか。で、こうか。お。あれ？お兄ちゃん遅くない？大丈夫？いやいや、大丈夫だよ、全然。お。で、こう行って。あれ、俺、夢の方来たよ。早く来なよ、お兄ちゃん。オッケー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 。やばい、急げ急げ急げ。いやいやいや、ケアトロまだゴールしてないから。どっちが早いかなんて分かんないよ。これこうじゃない？こうか。はい。ほっ。ほっ。はい、着いたー！よいしょ！キャッチー！嘘だろ！おお、でもすごい！花畑あんじゃん！これから一番綺麗な花って。どれも綺麗だけどな。とりあえず全部取っていくか。ほら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 。全部回収。全部取れ全部取れ！ほら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 ！おばあちゃんのためだー！よし、降りよう。よし、降りるのも競争だ！待て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 。おばあちゃん取ってきたよ。あ、いた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 。取ってきたよ。マジなんかくつろいでない。お茶してるわ。お茶沸かして。なんじゃなんじゃ。もう取ってこれたのかい？あ、はい。ちょ、キナト出してあげて。これで合ってますかね。おお、これじゃあこれじゃあ。ありがたいね。それじゃあ私はお墓まで行こうかの。俺たちは？もう帰っていいやつですか？これからもついてきてください。こっちです。まあ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 、おばあちゃん一人にするのもあれだし、最後までついていってあげよう。ちょ、後ろから押す。おばあちゃん、もうちょっと早く歩いて。ちょちょちょ、後ろから押すだって、お前。遅いんだもん、おばあちゃん。よいしょ。いやー、ここまでついてきてくれてありがとうね。無事今年も私の夫に花を添えることができたよ。いえいえいえ、よかったです。あ、そうだ、これ持っていきな。おお、なんだこれ。お菓子？お、少なくてごめんね。いえいえいえ、いいんですか、こんなもらって。いいよ、私の家はすぐそこにあるから、いつでも遊びに来な。それじゃあまたね、二人とも。はい、ありがとう、おばあちゃん。バイバイ。いやー、いい人だったね、ケンアタロウ。なんかあれ、でもそういえばさ、人間は妖怪を恐れるって言ってなかったっけ？そうだね、俺の友達はそう言ってたんだけどな。あのおばあちゃん、あれ？恐れてなかったね、俺らのこと。そりゃあ、昔は人間と妖怪は一緒に生きてたからな。ん？何？おー、びっくりした。ああ、え、ちょ待って、誰？あいつの元夫で、今はキュービという狐の妖怪じゃ。え、あのおばあちゃんの？え、お前たち、天狗さんたちの息子じゃろ。おい、なんで知ってんの？そうだけど。そりゃあお前、天狗さんは妖怪の世界でも有名なお方じゃからな。じゃあ、お父さんのこといろいろ知ってるの？もちろんじゃ。え、じゃあさ、お父さんのこといろいろ教えてよ。ああ、俺もちょっと気になります。知らんのか、前たちのお母さんは人間だぞ。え、そうなの？え、初耳なんだけど。まあでも確かに俺はなんか肌色だもんな。肌は確かに俺も水色だもんな。人間らしく人間らしくねえよ。お前はもう妖怪 99% だよ。話が長くなってしまったな。もう遅いし帰るんじゃ。そうだね、帰ろっか、ケンアタロウ。うん、ありがとね、キュービのおじさん。ありがとうございます。また暇だったら来るよ。じゃあね。またね。よし、ただいま。あー、いた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 。ただいま。おお、ずいぶん遅かったな。ちゃんと依頼はこなせたか？まあ、ちょっと話が長くなっちゃってさ、キュービって人と会って話したんだよ。お、キュービに会ったのか。いやー、懐かしいな。いろいろ話聞いたよ。
なんか俺たちのお母さんって人間だったの？初めて聞いたんだけど。おお、そうか。本当にいろいろ聞いてきたみたいだな。大変だ。助けてくれ。ん？ん？おお、誰？おお、実は。この辺ですか？はい、実は新しくデパートを建てるために木、大木を切ろうとしたんです。ですが、この木を切ろうとするたびに悪いことが起きて。なるほど。悪いことってどう考えても見ていけないだろう。後ろ、さっきからいたけど、うん、思ってた。うん、こいつのせいだよね。こいつら、わしの住んでる大木を切るとか言いやがって。ここはあなたの住んでいる木なんですか？ねえ、お父さん、この人誰？わしは江戸時代からこの木、そしてこの町を守っている雷神じゃ。雷神？しかも江戸時代から。ああ、そうだ。このわしが建て祀られている祠があるおかげで、この町に悪い幽霊が湧かずに住んでいるんだぞ。そうなんだ。この町を守ってる妖怪さんってことなんだね。なるほど。作業員さん、悪いことは言わないので、ここをデパートにするのはやめませんか？いや、しかし、ここをどうにかしないと。市長に何と言われるか。ん？すいません、ちょっと失礼します。はい、はい、わかりました。ん？どうしましたか？どうしてもここを壊さないと、私、クビになってしまうらしいです。クビ？でも、ここ壊したら…すみません、家族を守るために、クビになるわけにはいかないんです。ん？あれ、警察の人どっか行っちゃった。どうするつもり？どっか行った。何するんだろう。ここ壊すのかな、この大木を。ケイタ、後ろ。なんか、ブルドーザー乗ってきた。ちょっと、警察官さん、早まらないで。え、やめて、もしかして大丈夫なのこれ。どーん、ちょっと、ブルドーザー。え、やばい、祠が。小僧、やりよったな、わしの祠を。待って、怒ってる、めっちゃ怒ってる。ん？え、待って、ケアタル、急に雨が。まずい、町から悪い妖怪の気が何体もするぞ。え、そんな、この町の人は大丈夫なの？いや、放っておいたら大変なことになる。どうしようこれ。わしが大妖怪を抑えておく。これを渡すから、町の妖怪は倒してくれ。え、これ？お兄ちゃん、狐の刀と鬼火の刀。おお、これ使うの？行こう、お兄ちゃん。だってほっといたら、あのおばあちゃんだって危険な目に遭っちゃうだもん。確かに、わかった。行くか。行こう。行くぞ。行こう。妖怪狩りだ。妖怪狩りだ。どこにいるんだろう。ほらー。ほら。行け、ギャドロ。勝てないかも。強い。そんな強い。ほら。ほら。怖い、めっちゃいるけど、まだもう一体いたよ、奥。よし、倒した。よし、倒した。まだいる。なんか上のバーに見て、妖怪の数って出てきた。ほんとだ、これがゼロになるまで倒し続ければいいのか。そうだね。行け、挟み道。ほら、近づけてるな。ナイス、オッケー。倒した。よし、結構減ってる。お姉ちゃん、2体同時に来てるよ。任せろ。こいつは俺が押さえておく、ここで。見ろ、これがお兄ちゃんの力。なんか俺攻撃されないんだけど。ケンタロウのことめっちゃ攻撃してるな。めっちゃ恨んでるよ。オーケー。俺に恨みが待ってる。クリア。よし。よし、戻ろう。そうだね。お父さん、全員倒してきたよ。お父さん、これ。え、待って、ケンタロウ。あれ。お父さん、大丈夫？この人は。俺を守って。おい、ふざけんな。落ち着いてくれ、ケナ太郎。わしは大丈夫だ。それより、人間を襲おうとしないでくれ。お父さん、でも。わしもこんなやつ許さないぞ。え、この町のやつらも全員わしが食ってやる。お前はどうして今までこの町を守っていたんだ。お前も人間が好きだったからだろう。それに作業員、この町を守ってくれたこいつに感謝も何も思わないのか。すみませんでした。ここに祠がある意味なんて考えずに。いや、わしの方こそ手を出して悪かったな。ん？あら、
ホメが呼んだ。え、仲直りできたってことかな。悪い気はなくなったな。もう大丈夫だろう。よし、決めた。わしは別の場所に行くとしよう。ここはお前らが自由にするがいい。え、俺らが？本当にそれでいいの？これも時代の流れなのだろうな。今さらここに参拝に来てくれる人もいないしな。ん、待ってください。僕いいこと思いついたんです。この大木を中心に添えたデパートを建てさせてくれませんか？なるほどね。確かに。それになんかさ、デパート作ったらなんか参拝に来てくれる人も増えるだろうしね。ああ、それはいい考えじゃないか。お父さん生きてたの？大丈夫？あんな位置出てたのに。それじゃあ帰ったらたくさん人間からの依頼こなしていくぞ。ちょっと待って、まさかそれ俺たちも今日から参加？当たり前だ。妖怪体操隊長がらないと。おい待て待て、仕事するぞ。はい、ということで皆さん無事事件解決しました。おお、この動画がね、面白いと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。60万人目指してるんで絶対に登録してください。応援してね。お願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。おつそゆ、お疲れ様。バイバーイ。